水田里奈は日本出身のアイドルであり、体験前の女性アイドルグループ CEGM48 のメンバーであり、同グループでは総支配人を務める。AKB48 及び BNK48 の元メンバー、インディペンデントアーティストマネジメント所属、埼玉県出身、中学生の時、学校行事で会いたかったを歌い踊ったのをきっかけに、 AKB48 に興味を持つ。その後2010年3月、AKB48 のオーディションに、締め切りギリギリで応募。合格し AKB48 の10期研究生となった後、2012年6月24日に正規メンバーに昇格した。2016年9月頃、新設される BNK48 への移籍を本人が希望し、2017年4月13日の 小島春奈交換土爆上げ公演の際に遺跡が発表された。2019年7月10日、CGM48 に遺跡し、劇場支配人に就任することを、台湾国での記者会見で発表した。CGM48 のオリジナル曲では、プロデュースにも参加。c g m 名義、b n k 名義、a k b 名義、 BNK48 名義、ジャーバージャに収録 AKB48 名義、ここにいたことに、収録、1830メートルに、収録、次の足跡に収録、ここが、ロドスだ、ここで飛べ。に、収録、0と1の間に収録シングル、初恋は実らない研究生、シアターの女神公演チーム B5 ス,ステージ、シアターの女神チーム K6 ス,ス,ステージ、 リセットチーム A6 ステージ目撃者チーム41ショートトンステージ僕の太陽研究生公演リセット研究生公演僕の太陽篠田チーム A ウェイティング公演横山チーム A ウェイティング公演チーム B ウェイティング公演チーム B パジャマドライブ公演岩本テルオ、青春はまだ終わらない田中正宏僕がここにいる理由チーム44ス,ステージ 夢を死なせるわけにいかないチーム A7 ステージ、MT に捧ぐチーム B7 ステージ、ただいま恋愛中、小島春菜、好感度爆上げ AKB48、僕の太陽公演。ありがとうございます。